とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。今日もね、縛りプレイ行きます。変身禁止縛りだね。でいつもと違うこと、それが人兵一人です。人兵ソロでの変身禁止、これで行きます。装備はお見せしましょう。ニャックルパンチだね。人間の時の攻撃力が 60% アップするっていうやつです。そして生身メダル、人間の時の攻撃力が 80% で、ズラモヒカン、人間キャラ1人ごとに攻撃力 15% アップで、最新式宇宙服でクリティカルダメージを受けなくなる。で、おしゃれ装備はガッチガチバンテージ、これを3つ装備してます。パンチ系武器のダメージが 40% アップ。さあこれで挑んでいこうと思う。行く場所は極恐るべしピラミッドパワーです。行ってみましょう。行けるかなこれ。はい、行きました。道中きつかったな。でもまあ、クラリネットと、あと大女優のハイヒール使ってなんとか、回復アイテムは1個も使わずに来れたかな。問題はやっぱボスだな。よし。で、職業は、芸能人ダクトできてます。芸能人ダクトで攻撃力を2倍まで上げて、あと速度もね。で、それやっていこうよ。オッケー、いいよいいよ、いい感じ。よし。ああ、ちょっと待て。ボス戦での大女優の使い方はちょっと考えていかなきゃいけないかな。よし、よし、いいぞ。ここはなんか問題なくいけそうな感じだな。よし、ここはね問題なさそう。次だな。本気になった時の心臓ベルのウェーブをどうやって避けていくかだな。多分そこが一番の問題になりそうな感じ。いくぜ。よし。なんか自分で思ってて、これ口にするのもちょっとあれなんだけど、なんか俺気持ち悪い動きするよね。気持ち悪い動きが、この攻撃速度と、なんだろう、大女優とかそういうのを駆使していく動きが気持ち悪いね。本当になんだこれ。人間でもまあなんとかこれぐらいまではやっていけるよっていうのをまあ見せれる回になればいいかな。でも問題はね、俺ね、全部のボス行こうと思うんだけど、あそこだな。犬特命隊が一人だと相当辛い気がするんだよね。犬は絶対辛いよ。オッケー。よっしゃ。で、しっかりと攻撃速度と攻撃力アップは維持していきましょうよとね、というところですな。ほんと宇宙服着とってよかった。宇宙服なかったらこれ絶対きつかったよ。よし、 OK。 で、攻撃をしっかり入れれる。ここでは入れていこう。で、食べ物で攻撃力もアップさせて、そんな変わんないけどね。で、3対0ナイス。あおー、危ない。よし、オッケー。大女優でしっかりと回復じゃない、いや攻撃力も上げて、ナイス。オッケー、オッケー、維持した。オッケー。おお、きついきついきつい。もうちょいで終わりや。大女優、オッケー。おいし、オッケー。倒したろうけども、
次は攻撃力、攻撃速度アップは維持はできてないね。維持せずに戦っていきましょうか。まあ回復があと15個あるので大丈夫かな。いけるっしょ。はい、でかいからね、ちょっとね攻撃がガシガシ食らうかもしれないけど、よし、オッケーオッケー、いいよいいよ。まあでかくなった分攻撃は当てやすくはあるんだけどさ、よしオッケー、ああオッケー、よいしょ、攻撃アップ。おー、なんかアルマゲドンとかしてこないのかい。オッケー、いいよいいよいいよ。防御力もやっぱね、普通のドーベルと比べると若干上がってきてるよね。オッケーいいよ、オッケーオッケー。これ方向もね、変身してるときは結構嫌な攻撃だけども、もう変身ができないんでどうでもいいわ。ほんとどうでもいい攻撃だわ。はい、オッケー、ナイス。やっぱ敵 HP 高いな、めちゃくちゃ HP 高い。よし、OK。来た来た来た。ここもね、しっかりと避けていきましょう。喋りながら難しいけど、なんとかしよう。OK。いい感じ、けけ。よし。ちょっとアルマゲドゥンの後は、回避使っていかないと。元に戻っちゃうからね、ここ気をつけようよ。あー、ダブルは OK。 ちょっと HP 減ってるね。お、攻撃力アップするか。おお、マジでキャンセルできた。とんでもねえな、とんでもないな、キャンセルできるんだ、すげえ。生身状態でキャンセルした人って俺多分日本で俺だけじゃない、これ。いや、まさかだった、キャンセルできるとは思わんかった、生身状態で。おお、いけるもんなんだねこれ、怖っ。最強装備の陣兵怖っ。 OKOKOK、 いいよ。これまだ大女優使ってないからね、大女優使うともうちょっと攻撃力が上がるんだよな。上がる上がる、ちょっと避けよう。よし、オッケー。そろそろ、ちょっと待って、食べ物を食べとけ、食べて、もう3分の1になるから。来たね、来たよ、来た来た。問題はこのウェーブの避け方だ。ちょっと待って、あー、ダブルで食らっちゃったよ。い、嫌なやつ。うわー、ちょっと待って、ウェーブウェーブ怖い、ウェーブ怖い。よし、おい、待って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 待て、よし、オッケー。おいやー、とんでもねえ。よし、オッケー、ウェーブ避けるのがマジ難しい。ナイス、豆豆、ナイス。ちょっと待って、おっ、待って、重ねるな重ねるな、怖え、怖い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 。ウェーブ来た、よし、おいし、おう、絶対倒す、絶対倒してやる。オッケー。多分そろそろ本気になってくるよね、またまた来るよね。これ本気出してない時はね大丈夫なんだ。おい、とっとっとっと、ウェーブが来るのがな、辛いんだよねこれ。よし、あー、いた、
間ちょっとタイミングがずれた。ウェーブ来る、ウェーブ、ウェーブ、ウェーブ注意、ウェーブ注意。大丈夫、回復まだある、回復まだあるよ。ウェーブ来るよ、気をつけろ。よし、攻撃速度上げていけ。よし、もうちょっとだ。ウェーブ、オッケー、攻撃力上げろ。よし、来た来た来た、来るぞ来るぞ来るぞ。よっしゃ、もうちょい、もうちょい、もうちょっと、もうちょっと。ウェーブ来る、ウェーブ来る。よし、元に戻った。もう勝ちだね、俺の勝ちのようだね。はい、陣平の生身状態で極ドーベル倒せました。めちゃくちゃきつかったけども、回復アイテムも残ってるんで、まあ、そこそこ余裕はあったんじゃない。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。